こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。ラクマ発送方法がよくわかりません。起こり方のコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。えっと、これはですね、えー、視聴者の方から連絡がありましたので、ぜひお答えさせていただきます、えー。簡単ラクマパックの発送方法ですが、えっと、番号がね、あるかと思うんですね。 それをですね、ぜひお答えさせていただきます。はい。で、えっ、ー、とですね、簡単楽のパックの、ま、あこれ一つの例なんですけど、えっ、ー、と、スマホでですね、こういった画面が出るかと思います。ですね。で、その後なんですけど、10桁の番号の場所ですね、お答えさせていただきます。上の画像からですね、進んでいただきますと、こういった風にですね、 バーコードが出る、画面が出るかと思います。で、えー、10桁の番号こちらですね。このお問い合わせ番号ですね。ここに出ます。こちらに10桁の番号が出ますので、これをですね、まあ、例えばファミマでしたら、ファインポートですね。ローソンで,すでしたら、ロッピーで、こちらの10桁の番号を入力していただければいいかと思います。で、こちらですね、認証番号じゃなくて、 パスワードですね。あと、こちらも入力してください。そうしますと、紙が出てきますので、それをレジに持っていただければいいかと思います。それで終了になります。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒーマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。 ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。